改めて見るとすごいメンツだぜこれ。俺無事に帰れるかな。よし、これで9時完成したな。それじゃあ確認するぜ。王様の命令は全開。おい誰だ。まあいいや。やった私だよ。いきなりフランからね。ちょっとは優しめにしなさいよ。わかってるよお姉様。それじゃあ3番と1番か。私の攻撃をノーガードで受ける。危ねえやつぶっこむんじゃねえよ。いやーさすがはフランだぜ。期待通りのお題だな。まあわかってはいたけど、人間のアスカがいるからしないと願いたかったわ。ま、これが私ってやつ。最悪だろ。え、龍馬さん1番。ああそうだよ。フランの攻撃ヤバいっての例の中から見てたから若干怖えよ。ご愁傷様です。あとは操作に。あとは3番の人ですね。パチュリーさん、何番でした。私は違ったわ。ふう、よかった。え、待って、じゃああとは俺1番でございますですます。あらこらしれお、おいアスカ。アスカさん、色なき世界に行っちゃってますよ。ふふふふ、フランのののののだだだだ。おーい、やばい、やばい、言いたくない。禁断、スターボーブレイク。あほら、どうだアスカ。おう、なんか痛くない。ありがとうな、ほんと助かった。これでどう龍馬。ああ助かった。これでもノーガードだから加減したんだよ。それでもやりすぎなのよフラン。よし次だ。王様だ。あれだ。あ、俺だった。アスカ君か、予想つかない。さあ、何でも言ったれ。じゃあ、番号じゃないけどいいか。いいですよ。じゃあ水着持っている人は水着を着ちゃおう。なんでやねん。お前なんでんな命令を。え、着替えなきゃダメなの。王様の命令は絶対。わかったよ、着替えればいいんだろ。まったく、ひどいわ本当に。アスカ、お前さっきの恨みあったろ。あったりめえよ。本当はフランもと思ってたがな。残念でした。何気に初めて見ますお二人の水着姿。そういえばレミーは出だしでも見せないって言ってたわね。言ってた言ってた。はい、着てきたわよ。マジで腹立つぜ。ほら、着てやったぞ王様。光栄に思いなさいよ。すご、思った以上に可愛いって。二人とも何やの可愛さ。いやー、まさか本当に着てくれるなんてね。たく、もう着替えるぜ。え、何言ってんの。そのままの格好でいてもらうつもりだよ。はぁ、マジで言ってんのか。このままなの。うん、だって王様だからいいんでしょ。え、えですねー。さてと、次に行きましょうかね。王様だあれだ。やっとこさせたぜこの野郎が。ふっ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 。こっちみんな見てないぜー。お前の焦ってる顔なんか見てないぜー。自意識過剰だぜー。ご丁寧にどうも、じゃなーい。よしよし、おちょくれたところで命令いくぜ。5番が6番を、壁ドンだぜ。アスカに負けず劣らずの命令じゃないの。なんて命令してんだよ。なあなあ、壁ドンってなんだ。知らねえのか、こういうのだよ。なんかどんどんカオスになってません。まあ仕方ないわよ、マリサとフランがいる時点でこうなるのは分かりきってるし。ほう、これが壁ドンか。俺は誰にすればいいんだ。ちょ、お前なのか。ああ、だから聞いたんじゃないか。わわわわ、わたたしっしだよ。滑舌の概念どこ行ったんだお前。これはこれは見物だぜー。さあさあ、やったれよやったれよ。んこの格好きついんだぜ、早くフェードアウト。とりあえず、さっさとやっちまおうか。龍馬兄は照れないの。いやー、俺は感情が偏ってるからな。照れるってのがよくわからないんだわ。ダメだこりゃ。なんか見せてもらったやつだとこれでドキドキするとか。悪いなフラン、こんな俺でよ。龍馬に、かっこいいよー。そんな目で見るな。じゃあこんな目還元してにしっし。
いやー、これ私ちょっとしたご褒美だったよね。龍馬兄はなんかすごい顔してるけど。これはもう相手が悪かったわね。フランがあんなナチュラルに殺しにかかるとはな。撃沈しなさそうな龍馬が大撃沈してるし、これゲームできるか。何甘いこと言ってるんだぜアスカ。そうよ、こんなもんじゃ終われないでしょう。私とパチュリーさんなんか王様にも命令も食らってないんですから。お前らのドエス根性はどこから来るんだよ。じゃあ行きますよん。王様だあれだ。よっしゃ私だい。それじゃあ1番4番6番は語尾にワンをつけるのだ。おお、これもまた黒歴史になりそうな命令だな。そうね、誰がなったのかしら。ワン。はぁ、あ、な、何も言うんじゃないわよワン。恥ずかしいワン。え、あ、あ、え。恥ずかしすぎるワン。お前おいこら、まだ目立つな。私は今ほぼ裸なんだぞ。パチュリーの語尾がワンって可愛いね。にしても何してんのよほんと。へぇ、魔法とかあるんだな。知らなかった。ワン。なんだワン。いやぁ、アスカもワンになってるのね。可愛いじゃない。ワンって言って赤くなっちゃってさ。うるさいワン。マジクソったれだワン。まあまあ、落ち着けって。ワン。なんだワン、いきなり俺の方を見るなワン。え、ちょっと待って。もう一回喋れる。命が惜しくないのかワン。すみませんでした。さてと、俺のフラストレーションもだんだん高まってきたところで次だ。物騒なこと言うなよ。王様だあれだ。はぁ、やっと私引けたわ。というかみんな何かしらダメージあるから平和なやつにしましょうか。それじゃあ私の命令は、それぞれが知ってるレイ君の話にしましょうか。レイさんの話、これまたなぜです。私さ、まだ本編でレイ君と会ったことないじゃない。だから聞きたいなって思ってね。なんか見たい話が聞こえた気が。まあいいでしょうかね。レイには確か甘党って聞いたな。この前昨夜がパフェを作ってくれたんだけど、その時のレイニーの顔と言ったら、もう見ててこっちが幸せになったよ。レイさんか、あの人すぐ怪我するもんな。そうなのか。まあ恩があるので全部治療はするんですけど、たまに死んだんじゃないかって怪我もするんですよ。全部レイさんが悪いわけでもないし、仕方なくしてますけど。あいつほんと大丈夫かよ。アスカはレイのこと何か知ってるのかぜ。あいつか。めちゃくちゃ強いことと、姉にデレデレってところと、耳がバッカみたいに弱いところだな。まあ順当なところね。二人は何かある？私何回かレイが住んでる白霊神社ってところに泊まりに行くことがあるんだけどよ。その時のレイがさ、超寝ぼけてたんだぜ。詳しく聞かせなさいよ。寝ぼけたレイが何したかっていうとな、お賽銭箱は僕の頭の中ですって言ってたんだぜ。ごめん全く想像できない。同じく、言っちゃあれだけど、バカにも程があるって話よ。多分龍馬なら分かってくれるんじゃないか。ああ、言ってたなそりゃ。後で聞いたんだが、覚えてなかったらしい。あれ、思ったんだけど、龍馬だったらレイ君のことなんでも分かるんじゃない。バカ話ならいくらでもあるぞ。ご飯食べながら寝てたとか、霊夢が風呂に入ってるところに気づかないでビンタ食らったとか、狩猟中に自分の刀の束で頭ぶつけたとか。どういう状況だよそれ。なんか相手を翻弄する戦い方を考えた挙句、自分が翻弄されてやがったよ。あとは、あいつ道場で先生みたいなのもやってんだけどさ、子供からなんか恋愛相談とか受けてるらしいわ。あのナチュラル天然鈍感に相談したらえらい目に遭うぞ。マリサ、ナチュラルと天然って言ったらなんかややこしい。あとは霊夢と結婚してるって勘違いされて男どもから問い詰められたりとか。あらあら、そんなことまで。極めつけはこれだぜ。あいつなかなか酔わないのにベロベロになったことがあってよ。マジであいつ何したと思う？ん？ナンパでもした。酔った霊か。泣き上戸になったとか。霊夢に甘えたとか。そのまま寝たとか。え、もう私何もわかんない。あいつな、一発ギャグの嵐だったんだよ。一発ギャグ？もうね、聞かない方がいいぞ。マジで、本当に、寒すぎて死にたくなるから。レイが一発ギャグなんて考えたことないわ。真顔だぜ、真顔で腹踊りするとか考えたくないだろ。無理です。考えたくないです。は、はい、これ以上掘り返したらすごいことになるからここまで。王様になってないのはレミーと龍馬。どっちか先にする？まあ本来くじだけど。
もういいわよね。それじゃあ、4番が私の作った試作品のお菓子を食べる。俺だった。てかお前お菓子作るんだな。ローマ、気をつけて。ダークマターだから。ダークマター、なんだそれ。は、はいこれ。おう、いただきます。やっぱダメか。ほら、全部よこせ。だ、ダメよ。全部食べなくていいから。せっかくの手作りを残すのは忍びないだけだ。無理しない方が。すまんが次は俺が王様で行かせてもらう。ふと思ったら俺が偉い目に遭う場面が多い気がしたから。全員、俺の爆撃の餌食になれ。逃げるんだよーサーキー逃げんなこら。王様の命令は絶対なんだろう。勘弁してください。